そう、隙間に入ってるカードがあります。なんか隠すような、なんか隠しポケット、なんかここの隙間に入ってるカードがあります。ああ、なんかもうくっちゃくちゃなやつだ。あの、後ろにポイントですか、これは。結構溜まってますね。池袋でしたっけ。うん、池袋のね。あとこれ、よく見ると名前書く欄があるんですけど、はい、山田秀治って。偽名使ってる。いやいや、もう店の人は。山田さん、はい、罰ゲームです。なにこれちょっとあのパチンコなんですけど、まあ、ちょっとこれ実験でもあるんです。パチンコを普通なんか物を持っててパンと飛ばすじゃないですか。これをこう直で目指してください。頭に当てたらどうなるんだろうって話して、ちょっとそれの実験も罰でちょっとやらせてもらえたらな。いいですか。じゃあお願いします。いきますよ。ブーブーブー。あーい、きたー。なにこれ。パチンコダイレクトという罰ゲーム。これ見せた上にこれやられるって。どういう罰ゲームなんだよ。